こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこれですね。なんか怪しげな紙袋に入ってますけど、これはちょっと日本橋をプラッとしてて、あのホビーランドポチですか、鉄道模型の中古屋さん、そこでゲットした車両ですね。まあ中古の車両なんですけど、出していこう。ででーん。はい、これですね。ちょっと値札出てますけど、1000円でしたね。これはトワイライトエクスプレスのオハ25ですね。オハ25の客車。バラ売りなんですけど、これが目に入ったんで1両買うてみましたね。出してみよう。ででーん。はい、こんな感じ。まあ、細かい傷はひょっとしたらあるかも。こうですね。これは加藤トミックスどっちやろ。あ、トミックスですね。トミックス2525って書いてる。裏側に見えるかな。ね、トミックス2525ってことは、これは何やろう。バラ売りなのか、セットをバラしたものなのか、ちょっと分からないですけど、ロット的にはこれはでも古いやつなのかな。よく分からん。ちょっとよく分からん。座席部分はね、ホワイトというか、なんかベージュっぽい成形色で、上はこれ銀色やね。で、トワイライトのカラーとラインが入ってる。あ、これほんで、ここは印刷ですね。ロゴは印刷か。で、シャバンも入ってます。で、オハ25551ってことは、あの京都鉄道博物館に保存されてる車両と一緒か。はい、トワイライト、オハ25551。大阪といえば551ですね。でもちょっとよく見ると、傷が入ってたりするけど、まあいっか。うん。ちょっと後で綺麗に拭いとこう。で、このシャバンは印刷されてんのか、インネタなのかもちょっとよくわからんけど、こうですね。うん、いいんじゃないでしょうか。うん。床はこんな感じ。まあ、備品ですね。備品。そして、ビートレインショーティーのオハ25と並べるとこんな感じ。並べる必要もないけど。おー、こんなに違うんや。あ、逆やね。こうか。あ、5個ある窓が1個になってんねや。へえ、反対は？よ。2、4、6、8。8個ある窓が2個に省略されてる。ああ、なるほど。こんな感じか。でもこの模型は特定機で作ってんのかな？それともプロトタイプなんかな？ちょっと分からへんけど。もしかしたら実物と異なる部分があるかもしれんけど。こうですね。あ、でもかっこいいな。で、今回このバラを1両だけ買いましたけど、本当は編成で持っときたいんですよね。ね。で、今回これトミックス製ですけど、まあ、中古にはなりますけど、加藤のフル編成で欲しいかな。うん。ちょっとじゃあ、まあ、京都鉄道博物館の車両ということで、梅小路のジオラマに置いてみよう。はい、梅小路のジオラマに載せるとこんな感じ。うん。京都鉄道博物館でもこういうシーンたまに見れますよね。はい、というわけで今回は中古屋さんで衝動買いしたトワイライトエクスプレスのオハ25、これを見てみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさいなら。